タクマ、忘れ物はない？うん、ないよ。本当？キャンプのしおりは？ハンカチも余分に入れてる？山の方だと急に涼しくなることもあるし、ウィンドウブレーカーとか上着も。大丈夫だって母さん。寝る前もさっきもちゃんと確かめたんだから。確認は何度やってもいいんだから。だってさ、確かあれはタクマが小学校2年生の時、お弁当忘れたまま遠足に行って泣いて帰ってきたことがあったじゃない。もう何年前の話だよ。まったく。向こうに着いてもあんまり夜更かししちゃダメよ。あとバスの中でスマホ見すぎるのもダメ。車酔いするからね。ああ、わかったわかった。それからまだ何かあるの？ズボンの内側にお守り縫い付けといたから。お守り？どういうこと？どうしても困ったことがあったらそれを見なさい。わかった？僕もう子供じゃないんだけど。あら、母さんにとってタクマはいつまでも子供よ。もうそういうのいいから、行ってきます。じゃあ行ってくるから。待ちなさい、タクマ。これ忘れてた。母さん、もう時間ないから。僕行くからね。ダメよ、タクマ。戻っていらっしゃい、タクマ。から忘れ物なんてしてないって。どうしたんだよ母さん。タクマ起きて。タクマ、よかった、起きた。あぐ、もん？夢か。夢？タクマ、大丈夫？え、ああ、うん。あ、ごめん。なんかまだ頭がぼーっとしてて。で、ここどこだ？僕にもわかんないよ。気づいたらここにいて、タクマが倒れてたんだ。でも、なんでこんなところに。いや、それより僕は何をしてたんだ。
なくも忘れちゃったの？ごめん、なんか記憶が曖昧で。僕たちがここに来る直前のこと覚えてない？直前？何も覚えてないのか。僕たちはまずみゆきを助けるために廃工場に行ったんだよな。そうそう。そこで、そうだ、ピエモンと戦って勝ったんだ。そうだよ。けどその後みゆきが霧に飲み込まれて。僕たちはそれを追いかけた。そしたらなぜか音楽室みたいなところに出て、そこでみゆきと会ったんだ。よかった、たくま、ちゃんと思い出せたみたいだな。ああ、そうみたい。みゆきはどこに行ったんだ？僕にもわかんない。僕が気づいた時にはたくま以外誰もいなかったぞ。あれこれ考えるのは後だ。まずはみゆきを探そう。みゆきどこに行っちゃったんだろう。そんなに遠く離れた場所にはいないと思うんだけど。もっと向こうも探してみるか。いや、いきなりはやめておこう。奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、何があるかわからないから。それにしてもなんか変だな。変って？なんだろう、この森違和感があるっていうか、いつもと何かが違うような。それなら僕にもあるぞ。アグモも何か気になるのか？何が気になるんだ？ね、今の声って。タクマ、僕にも聞こえたよ。あっちだ。あそこ見て、みゆきが倒れてる。みゆき、ここは私。みゆき、僕がわかる。たくまさん。みゆき、よかった。大丈夫？怪我はない？はい、多分。でも私たちどうしてこんなところに。よかった、本当に大丈夫そうだね。え？いや、もしまた前みたいにちゃんと話せなくなってたらどうしようかと思って。心配してくれたんだ。当たり前だぞ。みゆきも僕たちの大事な仲間だからな。さんとアグモンにそう言ってもらえて私嬉しい。それにこれまで私たち兄弟によくしてくれて本当にありがとう。やっとだ、やっとちゃんとお礼が言えたかな。お礼なんてそんな気にしなくていいよ。僕はそうしたかったからそうしただけだから。僕もタクマと一緒だぞ。私も私の意思でタクマさんにお礼が言いたかった。私たちって同じことを考えていたのね。
そうだったのか。今までみゆきとこんな風にちゃんと話したことってなかったね。でもここに来る前の場所でもみゆきはちゃんとおしゃべりしてたよ。あの時は急だったし、ゆっくり話したわけじゃないからさ。そっか。ある意味初めましてだよね、たくまさん。うん、それじゃあ改めてよろしく、みゆき。アグモンもよろしくね。よろしく、みゆき。あの、それでたくまさん、アグモン、ここは一体どこなの？ごめんなさい、私ぼんやりしてた時のことあまり覚えてなくて。謝らなくていいよ。それに実を言うと、僕たちもまだここがどこなのかはっきり分かってないんだ。でも森がいつもと違ってなんか変なのは分かってるぞ。そういえばさっきもそんなこと言ってたよな。アグモンは何がいつもと違うと思ったんだ？この森、僕たちみたいな奴らの気配が全然ないんだ。アグモンみたいな奴らって？うん、ファルコモンやドラクモンや他のみんなの気配も全然しない。それってどういうこと？それは僕にもわからないけど、ファルコモンたちの気配も他の奴らの気配も何にもないなんて、やっぱり変だよ。みんなと遠く離れちゃったってことなのかな。パッと見た感じだとさっきまでいた工場の近くでもなさそうだな。あの妙な島のどこかだとは思うんだけど、廃工場に向かう途中にも森があったけど、あそこには花なんて。たくま、どうかしたのか？何かわかったの？いや、まだ何も。たくま、これからどうする？ああ、うん、僕もそれを考えてたんだ。ここでじっとしててもどうにもならなそうだし、かといってむやみに歩いて迷ったりしても大変よね。敵の気配はしないけど、先に僕が見てこようか？二手に分かれるの？そんなの危なくないかな？そう言われると。たくま、どうしたらいいと思う？動き回るのは危険かもしれないし、かといってじっとしててもだから、まずはアグモンに周辺を調べてきてもらったらどうかと。タクマの頼みなら僕は引き受けるぞ。待って、みゆき。私は離れちゃダメだ。ここでバラバラに動いて、もしまた。
動くときはみんなでだよな。たくまさん、やっぱり離れちゃダメだ。三人で一緒に周囲を調べよう。ただし、レ…うん、わかっ…そうと決まれば…たくま、見て見て、あっ…あそこ…あ、本当だ。さっきまでは薄暗かったのに…あそこだけ、ぽっかりと光…よし、ともかく。たくま、どうした？さっきからずっとうな…いや、ちょっとこの辺りの景色に見覚えがあるような気がして。でも単なる気のせいかもしれないから。ほら、いつもの校舎の近くの森にもこんな風に彼岸花が咲いてたろ。それで見覚えがあるだけかもしれないし。そうかな、僕はこんな景色見たことない気がする。似てるけどちょっと違う。たくまさんが覚えてる彼岸花の景色はもっと別の場所のことなのかな。本当に…たくま？やっぱり、この場所がどこなのか、たくまさんは知っているの？もしかしたら…いや…多分、きっと…たくま！急にどうしたんだ？たくまさん、待って！二人ともこっちに！僕の思ってる通りなら、この先にあれがあるはずだから。やっぱりそうだ。ここはあの時のトンネルだ。僕らはこれを通って神社に行って、それからあの世界に。たくまさん、それってもしかして、その私たちは。そう、僕たちは。何？どういうこと？僕全然わかんないよ。ここはアグモンが住んでいた世界じゃないかもしれないってことだよ。え？それってどういう意味？僕がいた世界じゃないって。それじゃあここは…とにかくトンネルの先へ行こう。それで全てはっきりするはずだから。待って。たくま、待ってよ。ここは…僕こんなところ初めて見た。そうだよ、こ
この景色だ。神社へ向かう前のこの道、変な霧だってもうない。僕の予想は間違ってなかったんだ。ここは僕たちは、僕ら帰ってきたんだ。あの世界から出られたんだ。え？じゃあここはタクマたちのいた元の世界ってことなの？そうだよ、そういうことだよ。へー、ここがタクマの住んでた世界なんだ。よかったね、タクマ。ありがとう、アグモン。びっくりしたし、ちょっと変な感じだけど、タクマの世界に一緒に来られるなんて、僕、なんか嬉しいかも。僕もだよ。よかった、成功したんだ。え？成功？それってどういう？覚えてない？あの音楽室でのこと。音楽室？そういえばあの時、そうだ、思い出してきた。みゆきが歌を歌ったんだ。そしたら白い光が現れて僕らを包み込んで。あれはみゆきがやったってことなの？あそこで魂の半分を取り戻した私は、なんとかタクマさんを助け出すことができたの。それじゃあここへ戻ってこられたのはみゆきのおかげだってことなのか。うまくいくかどうか自分でも自信なかったんだけど、大丈夫だったみたい。本当によかった。ちょっと待って。僕はみゆきのおかげで戻ってこられたんだとして、他のみんなは？わからない。私の歌にどれくらいの力があるのか自分でも試したことはなかったから。歌？歌ってあの音楽室で歌ってた。それとこの世界に来たことと何か。あの歌はね、私の家に代々伝わっていたものなの。あの歌が向こうの世界とこっちの世界をつないでくれるの。なのじゃなくて、タクマたちと同じ人間の気配だ。なんだ、びっくりした。でも人間の気配ってことはもしかして、ミノルさんやアオイさんたちの可能性もあるよね。アグモン、どうなんだ？そこまではわかんない。ミユキ、このままもう少し進んでみよう。タクマさん、あれ
ットにミノルたち以外の人間がいた。ああ、これで今度こそはっきりした。ここは間違いなく元の世界だ。そうですね。でも、ん？みゆき、どうかした？なんでもないの。ちょっと気になることがあっただけ。みゆき、大丈夫？みんなもこっちの世界に戻れてるんじゃないかって気になってる？え？僕も気にはなってるんだ。だけどあの時音楽室にいたのは僕たち3人だけだったから、みんなもこっちに戻ってるかもしれないって期待するのはやっぱり都合がよす。私、あ、ごめん、みゆきのせいだって言いたいわけじゃないんだ。そうだよ、みゆきは悪くないよ。違うの。私別のこと考えちゃって、もちろん他のみんなのことも心配なんだけど。今っていつ？いえ、私ずっとぼんやりしてたから時間の感覚ちょっと気になって。確か僕たちがあっちの世界に行ってから1週間くらいは経ってるはずだけど。あの、たくまさん、あっちの人たちが悪魔の方をチラチラ見てる気が。って、そうだった。悪魔、急いで。え？言ったろ、こっちの世界じゃ悪魔はすごく珍しいんだ。もし見つかったら大変なことになる。でも少しの間、僕とみゆきがあの人たちに話を聞くまでの間だけだから。分かった、少しの間だけだからね。ひとまず見つかる前になんとかな。そうだね。それで、あの人たちに話を聞くって言ってたけど何を聞くの？まずはこっちの世界で僕たちのことがどうなってるのかを確認したい。僕たちやみゆきが何日も行方不明になってたんだ。絶対に騒ぎになってると思うんだけど。とにかくあの人たちに話を聞いてみよう。
みゆき、どうしたの？なんか元気ないね。そういうわけじゃないんだけど。言いづらいことなのかな。言っても信じてもらえるかどうか。僕はみゆきの言うことなら信じるぞ。もちろん僕もだよ。それに、ついさっきまで別の世界に行ってたんだから、これ以上驚くこともないっていうか。確かにそうかも。あのね、たくまさん、私こっちの世界に戻ってからずっと変な感じがしてたの。ここは確かに元の世界なのに、なんだか私の知らない場所みたいで。それってどういう。たくまさん、今って何年なのかな。そりゃあ今は西暦2020。やっぱり違うんだ。違うって何が違うんだ。ここは私が住んでた頃と時代が違うのかもしれない。え？それ何かの間違いとかそんなんじゃないんだよね。だって私が住んでた頃は神社は廃墟なんかじゃなかったもの。それにコンピューターって何？私そんなの知らないよ。周りの風景もさっきの人たちの服装も全部私の知ってるのと違う。ねえ、たくまさん、これってどういうことなのかな。まさか時間の流れが違うせい。どういうこと。アグモンたちの世界とこの世界は時間の流れが違うみたいなんだ。実際僕たちはあっちの世界で何日も過ごしたはずなのに、こっちではほんの数時間しか経ってないってことになってて。ここは私の知ってる元の世界とは時代が違っちゃってる。私どうしたらいいか。みゆき。みゆき、顔色が悪いみたいだな。どこかで休んだ方がいいと思うよ。そうだな。校舎までもう少しだからそこで休もう。みゆきももうちょっとだけ頑張ってくれる？着いた。しかしこうしてみるとこっちの外観は見慣れないな。ここ見た感じ私が通ってた学校と同じはずだけど、なんだか綺麗になってる。ねえたくまさん、これからどうする。どうするって休むんじゃないの。でもよくわからないことも多いし、いろいろ調べた方がいいのかなって。校舎の探索ってこと。探索っていうか、まずは先生を探してこっちの状況を聞くのがいいのかもしれないけど。そうなるとまたアグモンには隠れててもらった方がいいのかな。またThank you.
直どうにもならないのかもしれないし、とにかく体を休めることくらいしか。考えてみてよ、先生とか大人に会えたとして一体なんて説明すればいいんだ。例えば不気味な世界に迷い込んでモンスターと戦ってました、僕らだけはなんとか戻ってきたんですが他のみんながどうなったかは分かりませんっていうのか。誰かに助けを求めようとしてもどう説明する？信じてもらえるわけがないじゃないか。だからって何もしないで休むだけ？休んだ後に頑張るんじゃないの？そんなこと言ったって、たくまさんの言うこともわからなくはないかも。どうしようもないって本当のことなのよね。他のみんなが戻ってこられないのも。ちょっと焦ってたみたいだ。仕方ないよ、私だってこれからどうなるか不安だもの。うん、でもだからこそまずは落ち着こう。みんなはもっと大変な目に遭ってるに違いないんだ。諦めないで僕らにできることを考えないと。今できることは情報を集めることだと思う。そのためにもアグモンには隠れててもらわないと。また僕だけ一人ぼっちなの？ごめんねアグモン、なるべく早く戻ってくるから。しょうがないな、その代わり早く迎えに来てよ。よし、それじゃあアグモンは建物の陰にある茂みのあたりで隠れてて。おばあさんと違って学生たち相手だとぬいぐるみじゃないのはすぐバレるだろうから、くれぐれも気をつけて。いいな？かくれんぼみたいだね。かくれんぼか。うん、僕頑張って隠れてる。頼んだぞ。じゃあ僕たちは校舎に入って情報を集めながら先生を探してみよう。Thank you.
みゆき、どうかした？あ、ううん、急にテレビがついたからびっくりしちゃって。ああ、誰かがリモコンでつけたんじゃないかな。ニュースみたいだけど。そんなこともできちゃうんだ。それに色までついてる。大きな町の電気屋さんで見た時よりずっと綺麗。今日のニュースって言ってるけど、日付が僕らが神社に行ったのと同じ日だ。本当にあっちの世界に行ってから時間が経ってないんだな。そうだね。けど私は違う。私があっちの世界に行ったのはもっとずっと前。あれ？え？これ、このニュースに映ってる現場ってあの神社の近くじゃないか。大規模な崖崩れが発生、課外キャンプの生徒らが行方不明って、やっぱり騒ぎになっていたんだ。配線になっていたロープウェイで事故。このロープウェイ見覚えある。これってまさか。地滑りで廃工場が倒壊、付近の道路が寸断されている。って、この場所クマさんも見覚えあるよね。あるも何も、ここは僕らがさっきまでいたピエモンと戦った場所じゃないか。やっぱりそうなんだ。そういうことなんだ。そういうこと？みゆき、何か知ってることがあるなら順を追って話してほしいんだ。うん、分かった。そのためにも、たくまさん、どこか他の場所に移動しよう。分かった。ここじゃ他の人に話を聞かれるかもしれないしな。ここなら誰かに聞かれる心配はなさそうだな。うん、それじゃ早速話すね。と言ってもこれは全部私の推測なんだけど、
私たちがいるこの世界と私たちが飲み込まれたあっちの世界はつながってるんだと思う。それはそうだよね。出なきゃ行ったり来たりできないよ。そういうことじゃないの。あっちの世界で何か事件が起きるとそれと対応するようにこの世界でも何かが起こる。え？さっきテレビのニュースで言ってた事故、あれもきっとそう。それって思い出して、たくまさん、ロープウェイや廃工場で何があったか。つまり2つの世界は重なり合うように影響し合ってる。正確に言えばあっちの世界の出来事がこっちの世界に影響を与えてるんだと思う。その証拠にと言えるかわからないけど2つの場所には共通点もあったの。もしかして霧？そう、どちらにも霧が立ち込めてた。何かが起きるときは必ず霧があたりを覆ってたの。ということはあっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る、そういうことなのか。多分。それやばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなにもしものことがあったら。このことを知っているのは私と拓馬さんだけ。つまり止められるのは私たちだけしかいないの。え？それってつまり、いや待って、冗談だよね。そう、みんなを助けられるのも私とあなた、たくまさんだけ。私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けないといけないの。だからって僕らに何ができるんだ。現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえわからないんだよ。戻る方法ならあるよ。え？私の歌で二つの世界がつながるの、たくまさんも見たでしょ。あれは水瀬家に代々伝わる力なの。私ならもう一度二つの世界をつなげられる。水瀬家に代々伝わるって、それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えた水瀬家のお嬢さんって。うん、私のこと。やっぱり。それじゃあみゆきとハルがあっちの世界に行ったのは50年も前。そういうことになるね。みゆきの受け継いだ不思議な力っていうのであっちの世界に戻れるかもしれないのは分かったけど、もし仮にまたあっちに行けたところで霧が相手じゃん。あの霧を操っているのは主なの。主って？私から魂を半分奪っていた主、あっちの世界で子供たちを飲み込んでるのもその主なの。だけどどうしてその主はみゆきの魂を奪ったりなんてしてたんだ。50年前、私があっちの世界にさらわれた時、
他にもたくさんの子供が同じようにさらわれたの。だから私も最初はただの偶然なんだと思ってた。けど違ったの。主の狙いはミコの血脈。ミコ？もしかしてミユキのことなのか。うん、私が水瀬家が受け継いできた聖なる力、それが欲しい主は何百年も待ち続けていたの。恨みを晴らすために。たくまさん、お願い、私主の因縁を断ち切りたい。あの子ハルを救うためにも主を止めたいの。止めるったって一体どうすれば。私にもわからない。でも何もしないわけにはいかない。何より私、ハルを一人ぼっちにはさせられないから。みゆき、それにあっちの世界が壊れていけばこの世界だって無事じゃ済まないと思うの。みゆきの言う通りだけど。僕だってみんなを見捨てたくなんかない。たくまさん、それじゃあ。だけど僕なんかに何ができるって言うんだ。僕はただの中学生で、みゆきみたいな特別な力もない。私の世界で必死に戦ってきたけど、本当はアグモンがいるじゃない。今までだってタクマさんはアグモンと一緒に危機を乗り越えてきたでしょ。そこにいるの、タクマか。え？おお、やっぱりタクマか。無事だったんだな。先生。まったく、戻ってきたならちゃんと報告してくれ。ずいぶん探したんだぞ。野次馬だか、本当に行方不明だか、わからない学生もいて今大変な状態なんだ。すみません。タクマはミノルたちと一緒に行動していたはずだな。他のみんなはどうしたんだ。それにその子は。私はその、実は僕、みんなとはぐれて道に迷っちゃいまして、この子に案内してもらってたんですよね。そうなんです。私ここが地元なので。そうだったのか。とにかくお前だけでも無事でよかった。他の連中も無事だといいんだが。とにかくタクマはこのまま校舎に待機しててくれ。
そっちの君も騒ぎが落ち着くまでしばらくここにいた方がいい。まったく、崖崩れだけでも大変なのに。崖崩れだけでもって、他にも何かあったんですか？崖崩れが起きた現場の古い神社の方で、熊だか喋る化け物だかが出たって、とんでもない騒ぎになっているらしい。化け物？それって、ああ、いや、もちろん言葉を喋るってのは何かの間違いだとは思うぞ。目撃した人はよっぽど気が動転してたんだろうな。人の言葉を喋る化け物って、まさか悪魔か？いや、悪魔は近くの茂みに隠れてる。嫌な予感が。いや、決めつけるのはまだ早いよ。ミノルたちのうちの誰かがファルコモンたちと一緒にこっちに来てる可能性も。でも、それなら私たちみたいに他の人に見られないよう隠すんじゃ。それに、こっちの世界に戻る直前、最後の最後まで私たちの近くにいたのは、それって、もしかして。二人ともどうした？心配なことがあるなら今のうちに先生に。みゆき、今すぐ確かめに行こう。うん。おい、二人ともどこへ行くつもりだ？先生、ごめんなさい。どうしても行かなきゃいけないんです。お待たせ。ああ、やっと戻ってきた。僕待ちくたびれて。悪いけど話は後だ。今はすぐに神社に向かわなきゃいけないから。え、なになになに？アグモ、急いで。あれ、タクマじゃん。お前も無事だったんだな。行っちゃった。タクマ、ミユキ、待ってよ。うわ、今のなんだ、着ぐるみじゃないよな。さっきのあれ、何だったの？化け物だろ。あんな暴れててさ。タクマさん、今の聞いた？ああ、これは思った通りのヤバいやつかも。急ごう。あ、ちょっと、君たちそっちには行かない方が。タクマ、ミユキ、早すぎるよ。何がどうなってるの？ああ、こっちにも化け物。タクマ、大丈夫？出て、焦りすぎて足滑らせたけど大丈夫。おーい、お前さんたち、どこへ行くつもりだ？そっちは危ないからやめとけ。タクマさん、急がないと。わかってるけど。転んだのか？大丈夫か？今なら僕がついてるから大丈夫だよ。うわあ、化け物、こっち来るな。ああ、もう、ミユキ、アグモン、走るぞ。
ここは私は一体なになに、こんな時にコスプレ。村の祠も倒壊して大変不安定な状況です。野獣馬は前に出ないで下がって。人間ども、しかもこんなにたくさん、どういうことだ。あの時私は渦に巻き込まれ、主が私を裏切ったというのか。なんだお前は。こっちを向いておとなしく。うっとうしい。うわっ、拓磨さん、この音。それにこの気配、拓磨、敵がいるよ。拓磨、あれ見て。やっぱりピエモンがこっちの世界に来てたのか。あ、ひどい。神社が完全に崩れてる。これじゃ裏の祠も。裏の祠？それがどうかしたのか。そこの君たち、危ないから下がって。やばい、下がって、みんな下がって。なぜだ。私は主様に忠実に仕えてきたというのに、それなのにどうしてこんな仕打ちをするんだ。ピエモン、みゆき、近づいちゃダメだ。あいつどう見たって正気じゃない。ピエモン、あなた間違ってるわ。なんだと？私のどこが間違っているというのだ。あれは、武士はあなたの思っているような存在じゃないの。そんなデタラメを言うな。雪に手を出すな。タクマ、何するの。雪、今のうちに下がって。人間の子供の分際で許さん、もう許さん。私の邪魔をしたこと、ここで後悔。お願い、少しでいいから話を。私を騙して。違うの、お願いだから私の話を聞いて。ユキ、前に出。でも私はお前を連れ戻し、主の寵愛を取り戻す。だからそんなことをしたって何の意味もないのよ。まだ言う。私にはわかるの。魂を奪われている間、武士と同じ世界を見ていた私には。武士はあなたのことなんて最初から何とも思ってない。お前の言うことなど誰が信じるか。デタラメだ、何もかもデタラメだ。武士を冒涜する者はこの私が許さん。分かってるよ、タクマ。戦う準備はできてる。まずは邪魔なそいつらを打ち祭る。タクマ、来るよ。分かってる。
悪魔。写真写真。君たち危ないから下がって、ここから避難して。愚か者ども、超大迫力。ねえ、もっと近づいて撮影しよう。やっば、これ絶対 SNS でバズるじゃん。これでも食らえ。
残っているのか。なんてすごい執念なんだ。お前たち、すごい目でこっちを睨んでる。どうするったって、僕とアグモンだけじゃん。これ以上どうしようも。僕ならまだ大丈夫。タクマのためなら。アグモン。仲間が一緒じゃないとダメなのか。二人とも諦めないで。
みゆき、私が扉を開くから、その隙にピエモンを。扉？くっ、見込め、何をする気だ。天に輝う、すごい、みゆきの声、きれいだ。なんだ、急に風が。たくま、あれ、なんか光ってる。この白い光、これは、なんだ、この白い光、これが、巫女の力。たくまさん、今です。うわ何をする。決まってる、このまま、向こうの世界に返すんだ。やめろ、やめろ。やった。拓馬、大丈夫か。僕は平気。よかった。拓馬さん、私、決めたよ。決めたって、何を。たくまさん、崩れた神社を見て、私が言ったこと覚えてる。裏の祠が崩れたってやつ。そう、この祠は主にとって重要な場所なの。今まではあの祠のおかげで。主の力がある程度抑えられてたんだけど、壊れたってことは、霧があの島を覆い尽くすのにそう長くはかからない。霧が島を覆い尽くす、そんなことになったら、みんな怖い霧に飲み込まれちゃうよ。もう時間がないの。あっちの世界にも、この世界にも。このままにしていたら、いずれはこの世界にも大きな影響が出てしまう。僕はどうしたらいい。お願い、力を貸して。この世界を、みんなを守りたいの。この世界を、何より仲間たちを守って。そして私も。主は私を奪い返そうと狙っているはずだから。みゆき、僕は。たくま、
僕もこの世界を救いたい。このままになんてしておけない。タクマ、それじゃあ僕たちと一緒に主と戦うんだね。ああ、もちろんだよ。あっちの世界に戻ってみんなと一緒に戦おう。仲間と一緒なら怖くたって平気だ。だから僕はミユキを手伝うよ。よかった、ありがとう、タクマさん。私たちの手で必ず二つの世界を守ろうね。それで、まずはどうすればいいんだ？簡単だよ。白い光に飛び込んで、あっちの世界に帰る。そうでしょ、みゆき？はぐれないように手をつないで。お、なんだよこんな時に電話って。って母さんから。うわ、まだ鳴ってる。ごめん、ちょっと待ってて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、たくまさん。もしもし、母さん。あ、たくま、お母さん。たくまが帰ってくるのってさ、明日だっけ、明後日だっけ。預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもタクマのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから、それくらいで電話してくるなよ。本当に母さんは。どうしたの？泣いてるの？そんな、泣いてなんか。バカね、泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。やっぱりいつまでたっても子供なんだから。よし、わかった。明日のお夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。カレー？そうよ、だから元気出してもう一頑張りしてきなさい。うん、わかった、そうするよ。必ず明日帰るから、約束する。ごめん、みゆき、一つ訂正させて。え？みゆきを手伝うって言ったけど、あれ間違ってた。手伝うんじゃない、僕たちが、僕たちの手で一緒に救おう。僕も一緒に救うぞ。たくまさん、アグモン、ありがとう。それじゃあ今度こそ戻ろう。みんなが待つあの世界へ。Grrrr.
した。感じる。猫、戻ってきた。今度こそ我が依り代として。すっごい田舎。